こんにちは、シャマクロです。今回は Python のプログラムをエグゼ化するときに使える入域化について紹介します。 Python のプログラムをエグゼ化する方法としてはパイインストーラーがよく知られていると思いますが、この動画では認知度の向上も兼ねて入域化というツールの特徴と使い方を説明します。動画の後半ではパイインストーラーとの違いについても触れています。なお、この動画では WindowsOS での作業を想定しています。実行ファイル=エグゼファイルとして話を進めていきますね。ぜひ最後まで見てもらえたら嬉しいです。そもそも Python 自体にはエグゼファイルを作成する機能はありません。そのため、例えば Python で業務効率化アプリなどを作成したとしても Python 環境を構築していない PC ではそのアプリを使えません。Python 環境があったとしても依存関係のバージョン違いによってうまく動かないこともあります。なので Python で作成したプログラムを他の環境でも使える形で配布したい場合は何らかのツールを使用してエグゼファイルを作成することがよくあります。そこで今回はあまり有名ではないですが入域化というツールを使って Python のプログラムをエグゼ化する方法を説明します。入域化は Python のプログラムを C 言語のプログラムに変換した後、それをコンパイルしてエグゼ化するためのライブラリです。 Python コードを C 言語に変換しているためファイルサイズが小さくなり、通常の Python 実行よりも高速になるという特徴があります。2013年から開発されているもののあまり知名度がないようで日本語の情報は少ないです。入域化の GitHub リポジトリを見るとそれなりのスター数があるので、もっと知名度が高くても不思議ではないと思っています。入域化は Python 2.6 から 2.7、3.3 から 3.11 で使用可能です。バージョンのカバー率が高いためほとんどの場面で使用できるのが良い点ですね。では事前準備として必要なライブラリをインストールしましょう。まずターミナルでこのコマンドを実行して入域化と ZStandard をインストールします。詳しくは後で説明しますが、ビルド時に1つの実行ファイルにまとめることができます。その際 ZStandard という高圧縮率かつ高速な圧縮形式を使ってコード全体を圧縮します。 ZStandard が利用できない場合でも1つの実行ファイルにまとめられますが、ファイルサイズが通常の 2〜3 倍大きくなることがあるので ZStandard もインストールしておくことをおすすめします。入域化ではプログラムをエグゼ化する際にいくつかのオプションを使用できます。一部ですがよく使うオプションを一覧にしました。フォローインポーツは Python プログラムにインポートしているファイルを自動で収集しビルド対象にしてくれます。大抵の場合は何らかの外部ライブラリをインポートしていると思うのでこのオプションはつけておくことをおすすめします。スタンドアロンはプログラムの実行に必要なファイルすべてが生成後のフォルダに格納されます。フォルダごと配布することで Python の実行環境がない PC でもエグゼファイルからプログラムを実行できるようになります。ワンファイルを指定すると生成したファイルが ZStandard で圧縮され1つのエグゼにまとめられます。スタンドアロンよりも全体のファイルサイズが圧縮されるので基本的にはこのオプションをつけると扱いやすいと思います。ディスエイブルコンソールオプションはエグゼの実行時にターミナルを表示するかどうかを指定できます。エグゼ化するのは GUI アプリが多いと思うのでこのオプションの使用頻度は高いのではないでしょうか。ちなみにこのコマンドを実行することで他にどのようなオプションがあるか確認できます。その他入域化の実行ログに使用すべきオプションが表示されることもあります。状況に応じて使用するオプションを選択してくださいね。では実際に入域化を使って Python のプログラムをエグゼ化してみましょう。例としてユーザー入力に対してずんだもんが回答してくれるような簡単な GUI アプリを作成しました。僕の名前はずんだもんなのだ。チャット GPT の API を叩いて生成したテキストをボイスボックスで読み上げる簡易的なアプリです。それぞれ個別の機能や実装方法については過去の動画で紹介しています。よければ後でそちらの動画も見てください。本当なら以前紹介したフレットライブラリで GUI アプリを作成して EXE ファイルを生成したかったのですが、今のところ Nuitica はフレットに対応していないようでした。なので今回は PyQt を使って GUI アプリを作成しました。ではこのアプリから EXE ファイルを生成しましょう。まずパワーシェルを起動します。今回は仮想環境内で Python プログラムを作成したので、その仮想環境に入ります。あとは必要なオプションをつけてこのコマンドを実行するだけ。ここでは次の3つのオプションをつけて実行します。プログラムを1つの EXE ファイルにまとめるため、ワンファイルオプションをつけました。 GUI アプリの実行時にコンソール画面は非表示でいいので、ディスエイブルコンソールオプションも使用します。また今回は PyQt6 を使った GUI アプリなので、イネーブルプラグインオプションに PyQt6 を指定します。イネーブルプラグインオプションについて触れていなかったので、ここで説明しておきますね。このコマンドで確認することができるのですが、これらのプラグインを使用しているプログラムでは該当するプラグインを有効化する必要があります。今回は PyQt6 を使用しているため、オプションを追加しました。コマンドを実行するとビルドが始まり、ログ情報が出力されます。Nuiticaの唯一のデメリットとして、ビルドに時間がかかるという点があります。一度 C 言語のプログラムに変換してからエグゼ化するのが要因なのですが、裏を返せばビルド時に時間がかかる分、プログラムの実行は早いのが特徴です。サクセスのメッセージが表示されたら完了です。ワンファイルオプションをつけて実行したので、 Python スクリプトファイルと同フォルダに EXE ファイルが生成されます。 EXE ファイルからアプリを実行してみますね。僕の好きな食べ物はもちろんずんだ餅なのだ。君もずんだ餅が好きなのだろうか。生成された EXE を実行して、プログラムがちゃんと動作すれば OK です。 Python のプログラムを EXE 化するときによく名前を聞くのが PyInstaller だと思います。メリットとしては知名度が高いため情報が豊富な点です。日本語の情報も多いので、エラーなどで困った時の安心感があります。デメリットは動作が遅い、ファイルサイズが大きいといった点が挙げられます。今回紹介した Nuitica のメリットとデメリットは PyInstaller とは真逆です。動作が速く、ファイルサイズも小さい傾向にありますが、日本語の情報が少ないので英語のドキュメントを読むことに抵抗がない方にはおすすめできます。今回例として挙げたプログラムを EXE 化すると、このような違いがありました。実行速度の差よりも特にファイルサイズの違いが目立ちますね。ビルドに時間がかかるというデメリットはあるものの、Nuiticaは Python プログラムを EXE 化する際の選択肢になると思います。今回の動画では Python のプログラムを EXE 化するときに使える Nuitica というツールを紹介しました。有名な PyInstaller 以外の選択肢として、ぜひ Nuitica を使ってみてください。以上、シャマクロがお送りしました。このチャンネルでは AI や Python などのテーマで知的好奇心をくすぐるような動画を投稿しています。この動画が良いなと思ったら高評価とチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。